東高野街道、右側道明寺、はい、左行ってみましょうか。目的地に到着しました。もう到着しました。はい、そうですか。これが二塚高原やね。で、奥の方が王神殿の寮。うわぁ、重なってわからんな。こっちが二つがここやな。ただ山しか見えないけどね。古墳巡りはなかろう。看板あんねんけど、現在地。王神天皇陵古墳、え、二塚古墳じゃないの、ここ。なんか勘違いしてる？なんかね、看板があるんでございますわ。古市古墳群の中の最大。はい、ここにあります。あ、これね、これ見たらわかるね。これ二塚。で、現在プレートがあるらしいんだよね。二塚はあったの、あるには分かってないけど、ね、初めてやね。ほら、これが二塚古墳でございます。前方後円墳やからね。王神天皇陵の横にね、東側に。現在地ということは、この横が王神殿の寮か。墳長が 110m。 ね、分からんな、これでは。いや、残念。これは分からんか。はい、実際見たら白村でした。ね、やっぱりいろんな古墳見とるけど、ご主人が、はいはい、いました。あ、そうですか。あの、あれ赤昭和橋がすぐ見れるとこね。はいはいはい、そうです。